こんにちは、シンシンです。はい。ということで、皆さん、ズームズームしてますよね。ということで、今日もね、あの、まさかの確認です。ズームズームのね、<laughs> そっから始めました。はいズ。ズームズームしてますよね。はい。私もめっちゃしてます。えー、ということでね、今日のね、動画なんですけども、まさかのね、レクサスの納車待ちの方が、 えー、CX60 を予約されているという、えー、コメントをいただきましたので動画を作ってみました、えー、まツダントークという形で、ね、コメントを紹介する動画となっておりますので、ねえー、この動画を見ていただきますと CX60 の、ね、納車の状態とか、まあ、予約の状態とか、ねえー、そういうコメント,のコメントを、ね、紹介していきますのでもちろん、ね、予約されている方もこれから予約したいと思っている方も状、ね、況、えー、を知っていただけるということで皆さん 皆さんにね楽しんでいけるということで、えー、最後までねご視聴いただけると嬉しいです。はいということでね、えー、いやーあのねもう時刻はね今ね。えー 夜中のね、午前3時40分となっています。私もう頭の中、もフラフラで、ちょっと何喋るかよくわかんない状態になってるんですけども、えー、変なこと喋ったらごめんね、ということで、えー、紹介していきたいと思います。はい、ということで、えー、まずはね、あのー、噂の、えー、ゴロゴムゴロゴロさん、ゴムゴムさんゴロゴロさんね、4月25日の朝市で、マイルドハイブリッドのプレミアムスポーツが契約しました。おめでとうございます。ということで、えー、そしてレクサス NX 契約していたのですが、納期長すぎて諦めました。と この、これです。この、ゴロさんのね、コメントを私今日あの使いました。すいませんあの。大々的に取り上げちゃってね、すいませんけども。<laughs> はい。ということで、えー、レクサスのね、n、ね、まあちょっと納期はね、長くなってるという噂ですけどもね、えー、まさかのレクサスからの、 え乗り換え乗り換えというか予約乗り換えね、えー。こんなことがね、起こってますということでご紹介させていただきました。はい。五郎さんね、おめでとうございます。ありがとうございます。これからもね、あの松田を楽しんでいきましょう。ズムズムしていきましょうね。はい。ということで、次、えーやな、稲田さんね。え昨日、松田省リューム、省リューム、省リウムに行きまして、省リウムな。なんだ、そら。省リュームに行きまして、いきなり注文してきました。あおめでとうございます、えー。情報収集だけのつもりがなんだかんだで、 物刺激され衝動買いいしししてしまいました、えー、注文したのは、X、クロス D のエクスクルーシブモデルと、えー、マイドリーハイブリッドも迷いましたが見積もりの差額100万円ありましたので費用、えー、対効果を打つと判断しやめましたということでちょっと注力,さ注,力注力させていただきます。えでえー 黒線よね。クスクルチーシブルはフェンダーアーチに無塗装樹脂が残るなど今オプションにも同色アーチ設定がないためボディカラーはジェットブラック一択でしたということでね、あおめでとうございます。はい、そう、これね頭、頭いいよね。この同色にしたい場合は黒にすれば、そう、フェンダーアーチもね、まあ、無塗装ではあるけども黒なのでね。 ほぼ黒に見えるというような状態になります。まずちょっとごめんなさいね、最後まで読むと引き締まってね、見えますので、え無償カラーではありますが、全く後悔ありません。えー、早くお店に試乗者が来ないかと待ち歩ける日々が続く修行時代の到来となります。ちなみに、今の先行予約で、12月末納車予定です。きついというね、えー、ちょっとね、まツ、あ、ダでもちょっとね、納車待ちという状態になりそうだというような状況でございます。はい、おめでとうございました。えー、そしてお 次の方、り1028初めてのコメントです。いつも動画を見させていただいてます。ありがとうございます。東方に4月25日のディーラー始業時間と同時にクロス D のエクスクルーシブモード FR ロジウムホワイト白内装で予約発注しました。おめでとうございます。 そして当初は9月登録同月納車で注文書にサインしました。しかし、ゴールデンウィーク中にクロス D25S の納期が半導体の確保の理由で PHEV と同じ12月になってしまうという情報を聞いてそわそわしております。はい、ち,ょちょっとまたこれ、あの方も略しますけども、もしかしたらね、あの12月末になるようなかもしれません。一応確認していただいた方が。 いいいかと思いますそして、えー、どうせ12月以降の納車なら少しでも早くなるように、えー、クロスリーハイブリッド、エクスクルーシブ、スポーツ、モダンでもありなのかなと思っています。外観デザインは、えー、上位車種の方が好みなのでと、えー、9月に納車した暁、標準ならばシグネチャースタイルにして、えー、グリルとミラードアミラーをブラックアウトする予定です。どちらにせよ、今から楽しみで妄想が止まりません。これからも頑張ってください。ということで、ありがとうございます。そして、おめでとうございます。はい、ちょっとね,でもね 一応一回確認した方がいいかもね、えー、りょうさんね。このチャンネル内の、えー、コメントで寄せられている情報だと、そのクロスティーのスノーモデルはねあのディーゼルのね、えー、12月末の 納車になりそうだというような情報が続々と届いていますので一度ご確認いただいてもしねあのプラあのマイルドハイブリッドに変えられるようであればそっちらの方が早いかもしれませんはいということでお次ですセブンさんセブンさんはねあのいろいろ情報持ちの方ですよ何回もねコメントいただいている方ですそして、えー、私はタンロジウムホワイトですディーゼルハイブリッドと PHEV 通常のディーゼルは納期が違うので 注意が必要ですということですね、はい。そして最も早く納車が始まるのはディーゼルハイブリッドでそのほか12月末から納車になるそうですということで、ねそうあまあ、セブンさんね、あの前もあのの予約上は決めていただいたんですけども、まあ、色は分からなかったんですけどもロジウムホワイトということでロジウムホワイト意外と売れておるね。 売れとるええー、まあ単内装のロジウムホワイトいいねかっこいいですねはいそして同じくねセブンさんディーゼルハイブリッドの方ですよとこれ私はちょっと質問してね、えー、答えていただきましたディーゼルハイブリッドの、えー、ロジウムホワイトの単内装こ、まあ、あのプレミアムスポーツということですよね、えー、色に関しては一目惚れですねプチ情報ですが今まで不満だったフロントカメラを起動するビューボタンがシフト シフト横の使いやすい場所へ移動して使いやすくなっていますという情報プチ情報をいただきました、はい。ありがとうございます。今まではまあるかな右下の68とかね、5右下のハンドルの右の方の、ねえー、下の方にあったビューボタンが、えー、何シフト横に移動するのらしいですよね。えーまあ、ちょっとこれは市場とかね、試乗者とか来て確認して。 けばいいと思いますけどもあの、プチ情報、ありがとうございます。これからもプチ情報お待ちしてますよ。セブンさん、ありがとうございました。はい、ということで、お次の方、はい、リオマルさん、えー、CX60、4月30日に予約してきました。プレミアムスポーツ、色はマシンぐらいとで、おめでとうございます。えー、モダン化で、ね、悩みましたが、タンカラーがスポーツしかないので、仕方なく決めました。どちらか選べればいいんですけど、ということでね、そうですね。 まあちょっとこのグレードでね色が決まってしまうという仕組みになってますのでね、まあ、選べればもうちょっと幅が広がりますがあまあ今のところねそういうような状況になってますはいおめでとうございましたありがとうございますコメントねありがとうございましたはいそしてお次の方ブッ,ブッチッチ さんはい、5月1日にマイルドハイブリッドプレミアムスポーツ予約しましたおめでとうございます色はロジウムホワイトとめちゃくちゃ迷いましたがマシングレーに来ましたそして、えー、スポーツだとミラーホイールなど外装各所がブラック系ですよね完全に好みの問題ですが私はホワイトだとメリハリが強すぎてね、えー、少しチープに見えてしまうので一体感と高級感を狙ってマシングレーを選択しましたあと洗車好きなのでより輝く,輝くのも決め手でしたモダンの外装だったらロジウムホワイトを選択していたと、えー、思います といううこととででね、えー、おめでとうございます、えー、いいね、プレ,プ,レプ,レプ,レ <laughs> プレミアムスポーツのね、えー、マシングレーということで、これさ、これ多分かっこいいと思うんですよね、あの黒系のね、シミュレーターウィングとか、えーなんだ、ドアミラーとかのねモールとか黒系でマシングレーですから、これかなりね、えーな、なんて言ったらいいんだろうね、ちょい悪系になりそうな感じのね、かっこよさですよね、渋いのね。 えー、おめでとうございます。はい、ということで、えーそ、なんか疲れてきたね。<laughs> 夜中だからな <laughs> <laughs> アラフィフのおじさんにはちょっと辛くなってくるね <laughs>。はい、<laughs> すみません、お次,お次の方です、えー。ロムロムロさん。デ、え、ィ、ー、ーラーの話によれば、えー、ゴールデンウィーク初日の段階でディーゼルの予約は圧倒的だそうです。取り扱いは気を使いますが、トルクは最高ですね。私はクロス D のレールパケ 4W のロジウムホワイトで決める予定ですという方ですね、えー。この方はね、私と同じ、まだ決めてない状態ですね。でも、クロス D のレールパケ 4W のロジウムホワイトで決めると、ほとんどね、もう心に決まっているような状態ですので、また決めて いただいたらねのご報告お待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますコメントありがとうございましたはいそしてお次ターさん、えー、cx 60の先行予約しました ph ev のプレミアムスポーツで色はロジウムホワイトですおめでとうございます単、はい、カラーかっこよすぎて他のももう目に入らない状態になってました情報もまだまだ少ないし、えー、正直高すぎるなとは思いますがもう母はは。ははははは <laughs> ハローくくりましたよということでねえ、ターさんおめでとうございます。えー、PHUV のね、プレミアムスポーツですから、もうね、一番高いやつね。うん、すごい。ま、まあまあ、でもいい,いいと思いますよ。おそらくね、あの、こちらもねあの、返信させていただきましたけどね、納車された際にはね、あの、レビュー、レビューコメントね、いただけると嬉しいと思います。おめでとうございました。はい、ターさんありがとうございました。これからもね、コメントお待ちしてますので、よろしくお願いします。 はい、そして、お次のコメント。はい。あきちゃんさん、はじめまして、楽しく配置をさせてもらってます。ありがとうございます。はい。内装のタンカラーに心惹かれ、マイルドハイブリッドプレミアムスポーツ、ロジウムホワイトを予約してきました。ありがとおめでとうございます。はい。ということでね、これね、やはり、えー、マイルドハイブリッド、うん、プレミアムスポーツ、ロジウムホワイト、これ多いな。うん。ロジウムホワイトな、いいね、タンカラーね。羨ましいわ。私もこれは欲しかったけどね。まあ、ちょっとここが届かない。手が届かない。<laughs> まあの,あの,こあの写真とかね送ってくださいね <laughs> ご自分のね車のはいありがとうございますおめでとうございましたということであきちゃんさんね、えー、次ね次次次あそうこうちょっとねあのツイッター私もそうロジウムホワイトはさ全然いなくってさ寂しくなっちゃってさ <laughs> ツイッターつぶやきました。あのめったにつぶやかないんですけど、たまたまつぶやいたら反応していただきました。しなひこさんツイッターでね。自分もロジウムホワイトにしましたということで、ありがとうございますあの。反応していただきまして、ありがとうございます。あのちょいちょいねあの、つぶやいたりもしてますのでね、皆さんもしツイッターやられている方はねあの、ぜひフォローしていただけると嬉しいと思います。ありがとうございます。 えー、そして、お次もおツイッターの方でね、えー、そっつけさんね、えー、ロジウム・ホワイトを選びました、松田の新色を信じてますということでね、おめでとうございます。えー、松田の新色はそうですよね、まだ実写をさ、見たことないもんね、ロジウム・ホワイト、うん。私もその状態で選ぶような。 えー、ことになりそうだという状況でございます。<laughs> はい、ありがとうございました。すけさん、おめでとうございました。えー、そして、ここからは、えー、っと、ユーチェイトーちゃんさん、どうやらスポーツ系が人気ありそうですね、えー。先行予約では上位グレード人気ありそうだけど、実際どのぐらい売れるかなと、えー、メーカーの生産台数、予定台数や販売台数の見込みを知りたいですということでしよね、えー。前の動画のね、私のこの、 チャンネルの中でどのぐらい予約の状況というこのをまとめたというね、ちょっとごめんなさい、何て言ってもわかんないな <laughs>。<あの笑>予約のね、台数とか、色色とかね、人気の色とか、のまとめた動画を出,し出させてもらって、それに反応してもらいました。ありがとうございます。そうね、うんジョイグレードがやっぱり人気ありそうで、メーカーのさ販売、生産生産予定台数ね、いい。 教えて欲しいいでですよねどのぐらいかで販売台数見込みと、えー、の目標とね、えー、実際の売り上げどのぐらいなのか、まあそのうちもしかしたらニュースとかでね、やるかもしれないですよね。もう、うん、予定のね、販売台数、見込み販売台数、じちはなんだ、目標台数のね、えー、何倍になりましたみたいなね、もしかしたら出るかもしれないですけどね、出たらね、みんなでね、あこんなに売れたんだと思ってね、完売しましょう。はい、ということで、えー、次の コメントはい、リスペクトインドさんねあの、グレード考えているときも楽しい時間だと思いますが、ついに7日で新進さんも確定ですねということでね、えー、どのグレードにしてもやっぱ直録であることは変わりないので、え良い将来になることは祈ってますということで、励ましの、ね、コメントをいただきまして、ありがとうございます。そう、私、前の動画でね、こ7日に、5月、ね、7日なんですけど、7日に、えー、あの何見積もりしてもらったものをね、返事しに行こうかと。 契約しに行ここううかととと思ってますということでね、えー、コ,メコメントじゃない動画,動画で言わせてもらいましてあの反応していただきましてありがとうございますそうねうん決めていきたいと思いますはい頑張ってきますよ スペクトさんありがとうございました。はい励ましてもらってね、えー。またご報告させていただきますので、えー、楽しみに待っていただけれ,たけ,ければと思います。はい、そしてお次く熊野こさん、私も光り物大好きです。しかし、なんとフロアマットが88,880円のプレミアム価格、えー、契約してから気づきましたけど、600円、600円じゃない、600前もの実写を見ずに予約した。 勢いでそのままにしておきます後方にされているロジウムホワイトも、えー、結構人気のようですね。スポーツ系ブラックシグネーチャーとホイールは似合いますね。という形で、えー、こちらもね、前の動画反応していただきましてありがとうございました。えー、私はね、あのスカーフプレートとかね、光るやつが好きでさ、あのその注文というか見積もりしてもらってまして。 えそんな誰も好きじゃないのかなっていうようなねえ私の,あの発言ねあね反応してもらいました熊野子さんもお好きだということで仲間ですね光り物好きうんまあちょっとね単純な単純かもしんごめんなさいね熊野子さん仲間にしちゃ悪いかもしんないけどあの光光物好きだよねうん気が合うね熊野子さんはいまあ,まあ多分つけると思います私はねそしてフローマー 88, アマット8万8800円高いんだよねそう入れ 入ってました見積もりね高いなと思ってたんですけど <laughs> まあ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 よく考えて決めたいと思いますありがとうたくさんのねコメントありがとうございました、えー、本日の動画のコメント紹介は以上となりますはいということで今回のね動画はねまあなんだろう たくさんコメントいただいて本当嬉しかったですありがとうございます前の動画でねコメントをたくさん募集してますよということでね、えー、言わせてもらってねたくさん反応していただきましたそしてホワイトが少なくて寂しいよって言ったらねあのホワイト ままましししたたたたとといいいいうううコメントたくさんいただきましたありががござすもう涙が出るぐらい嬉しかったです <laughs> はいえー、これからもねまずはねこのコメントをいただいて、えー、みんなで、ね、楽しんでいくという趣旨でねこの動画を作ってますのでね、まあ、コメントな,なんでもいいのでねコメントをしていただいて楽しんでいきましょうというような、ね、ご案内最後にさせていただきました、えー、本当にねお気軽に、えー、お待ちしておりますので、えー、普段のね 悩みなんかでもいいです。まあ、紹介するかどうかは別として、<laughs> 悩みなんかでもいいですけどもね、あの、ちょっとね、あの、そう、あの何でもいいですよ。はい。ということで、えコ、ー、メントをね、これからもお待ちしております。はい。ということでね、えー、いかがだったでしょうか。えー、私はね、ちょっとね、もう夜中すぎて、喉がカラカラだし、よくわかんない状態になってます。<laughs> 何、自分で何喋ったのかよくわかんない状態になってますが、えー、まあ、そうね、そう、冒頭ね、申し上げ たんですけども五郎、まあ、さんね、ねレクサス NX を決めてたけどもまたの CX60 に、ね、予約乗り換えしましたということから、えー、この動画のタイトルをつけさせてもらいました。はいということでそうねうんまあこれがいいか悪いかわかんないんですけどもまあまず田としてはねあのたくさん台数を打っ、まあ、人気が出るということがね、えー、一番いいでしょうから。 良、えー、かったとは思いますが、えー、松ダ自体もね、納期の問題は少しありますので、皆さんご注意いただいて、えー、参考にしていただければと思いまして、動画を作らせていただきました。はい、ということで、えー、まだまだね、えー、CX6 0予約、先行予約状態ですからね、情報いろいろ出てくると思いますので、えー、これからもね、えー、引き続きチェックしていただければと思います。また、えー、この動画はね、まあ、楽、ま、しめたなと思っていただけたら、高評価ボカン、<laughs> 高評価ボカン。 を押していいたただければねありがといます、まあ、チャンネル登録とかも募集募集違うか、まあ。チャンネル登録していただけると嬉しいと思います。あの後々にはね、えー、ライブ配信なんかもしていきたいと思いますが、まあ、まだまだ弱小チャンネルのため、それは叶いません。えー、私のね目標また夢として 今後もね精進していきますので今後ともよろしくお願いいたしますということで今回の動画終わりにしたいと思いますはいということでまた次の動画ねお会いしましょうさよならバイバイ